あのガキたちがこの星を脱出するための時間稼ぎだ。そんな必要はない。よし、それからここででかい口を利くのもそこまでだ。まっすぐ黙らせてやるぞ。この人こいつが黙ってこないね。いいなら今度はコッパみじんにしてやる。この土いきなり貴様から一番の楽しみは最後に取った一つだったのか。いいぞ三国志。戦いはこうやってある程度実力が近くなくては面白くない。俺はもうこれも全開で飛ばさねえとな。オラたちがやられたら、どういう気がかんだ。ふっ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 が変わっていく。時の流れがおかしくなっているようね。このままでは歴史が。いいえ、この宇宙が消えてなくなるわ。遠くの地で強き
ではさらばだ。驚いてますよね。説明は後でゆっくりさせてもらいます。でもまずはあなたの実力を見せてください。さあ、どこからでもどうぞ。ウォーミングアップは、さすがですね。シェンロンに選ばれただけのことはあります。いきなり襲いかかってすみませんでした。俺、ここ、この場。これは、終わりと始まりの書。宇宙の時間、歴史の流れ、すべてが書き記された巻物です。ですが、いえ、まずはこれを見てください。無観光殺法！最後にもう一度だけチャンスをやろう。俺たちの仲間になれ、カカロット。はっ、にゃー。そうすればお前もお前の息子も助けてやる。せっか、おめえらの仲間になって絶対なんねえぞ。そうか、だったらお遊びはこれまでだ。なんだと？貴様の知り合いか、孫悟空。いや、でもよ、一緒に戦ってくれるみてえだな。
子が何人増えようが結果は一緒だ。力を貸してくれるのか。足を引っ張るなよ。俺の声聞こえてますか。俺は足を引っ張るサポートさせてもらいます。いいサポート。ラジックは本来の歴史を引き抜き、さらに残忍になっているようです。悟空さんたちが不動をさせるようラジックを倒してください。カカロット、貴様貴様、何をする。今だ、これをやれ。無観光殺法。うわっ、やお。ぎゃはぁ、ざ、頼みやがれ。なんだったんだ、あいつは。お疲れ。これであとは。誰だ、俺たちの火星に来た。なかなかの使い手のようだが、やめておけ。向こうに俺はあいつらのバカでかい木わかる。今からあれを相手にするんだぜ。そうだ、そんなタコと戦って終わりじゃないんだぞ。放っておけ。どうせ俺たちが負ければ地球は終わりなんだ。そうなったらどこへ逃げても結果は同じだ。戦いたいと言うんだ。ふぅ、雑魚が一匹増えたところでどうってことねえか。せいぜい俺たちを楽しませてくれよ。この歴史の最大感は、このままでは全員やられてしまいます。急いでください。なんだこの色は。栽培マンは緑のパスじゃ。おいおい、天然マンや人工マンまで混じってやがるぞ。そりゃいい、どこまでできるか見ものだな。俺たちの出番がなくなっちまうからな。ラムちゃん、ギャオズ天津飯まで。悟空、早く来てくれ。大丈夫です。
いよいよ本番ってわけ。さあ、どいつから片付けてやるかな。油断しないでくださいな。死ねー。この二人なら大丈夫だ。俺たちは行くぞ。お父さん。なっため手こずりやがって。カカロットは俺が相手をしてやる。わざわざ何しに来やがった、カカロット。まさかこの俺たちを倒すためなどというくだらんジョークを言いに来たんじゃないだろうな。ゴルト、天津飯、ヤムチャ、チャボス、神様の戦闘力がどんどん上がってやる。ウンズーク、邪魔だナッパ、お前はそいつをとっとと倒せ。しくしょう、俺は名門でのエリート戦士だ。貴様のような得体の知らない奴に舐められてたまるか。
コア、俺たちも行くぞ。なんで止めるんだよ。クリ、いいんだこれで。え、この次はオラが、オラが一人で倒してみせる。ありがとな。やりましたね。で、それにし、すでに定まった歴史。
くなそだてギリル特戦隊行くぞはいでよっくりゃーくっくっくっあとのワグのワグの持ちお前たちがジャンケンでそりゃないですよ、ゲニュー隊長ずるいっすよ天才おい、来るぞお前はフリーザ様にドラゴンボールを大人でしろいいな気を解放しろうわおこいつら異変だったなあのチビたち、戦闘力が1万を超えなかったぜ。へっへっへ。そりゃあ面白くなってきた。ワン、宇宙船でやったイメージトレーニングを思い出せ。はい。確かに皆さん強くなってきた。そうっす。ですが、リリューとリプームの相手では厳しいでしょ。なんとか、皆さんを守って敵を倒してください。そいつもこいつもチョコバカだ。おばかしい！おい！体調機嫌悪いお前、また体調の定期かっ。何者だ？な、お父さん、倒したの？嘘だろ？いくら封印しましたからって、どういうことだ？リクール、なんでもない攻撃だった！まさか、あの野郎！リクールを一撃やっぱりコンクリスタはすごいですねあいつはオーラが食い止めるクリリンクワンー
我たち誰が気をさせと言ったか。しかし隊長、ほら向こうも二人ですし、それに、何を笑ってるんだ。貴様が強いからだ。ん？チェンジ！いけない！なんだ？まさか、こんな話で一生変わってしまうなんて。ひとまず落ち着いてください。大丈夫です。きっと元に戻れるチャンスもあるはず。君は悟空さんの体を狙っていたわけです。はい貴様、なんてことをしてくれたんだ。すいません。サイヤ人でも、あの体とは全然パワーが違うのだ。すみません。なんだか様子がおかしい。待て、さっきまでと違うし。おい、まさかおめえ。さすがは悟空さん、気づいてくれたようだ。さ、よくわかんねえけど、気はあっちなんだな。よし、おっとっと、体こわい。今度こそあの体を手に入れて。なあ、ちょっと頼みがあんだ。ご飯とクリームをして、ドラゴンボールを探してきてくんねえかな。もしかして奴らの宇宙船にも堂々と入れるんじゃねえかと思うんだ。みんな信用できそうだし、頼む。なるほど、それはいい考えだ。行きましょう、宇宙船に。あなたの体のことは少し気になりますが、悟空さんならきっとうまくやってくれます。ちびすべにやられただと。何ということだ。頼んだ。
We'll be right back.
グルド様逃げちまったか。うん、グルド様、そういうことあるよな。仕方ねえ、いつだって使い捨てられるのは俺たちだ。ああ、給料上がらねえかな。生きてたらな。お前たちそれをどうするつもりだ。おいおい、オラとの勝負はまだついてねえぞ。あいつは本当に入れ替わってたんだな。ドラゴンボール集まったみてえだな。行く、あとはこいつを倒しておめえの体は取り戻さねえとな。の相手はこの俺だ。俺たちに支配されたたかが猿一匹風情が、たくの違いを見せてやる。調子に乗るな、この無能が。はい、俺のそばで息をするなと言っただろう。無能かどうか今度こそ思い知らせてやる。この…いいとこだ、丸野郎の…さ、最悪に
殺されるとはな。うわあああとどめだ。死ねはチェンジ。閉めた。間に合ってくれ。どうやら元に戻れたみてえだな。くそ今度こそこれだチェーン。もうはいかねえぞ。勘がいいわね。あなたよね、私たちの後をついて回ってるのは。目障りなやつだ。ここで始末してやる。あいつらは、こいつらが歴史を変えているやつらでしょうか。とはこいつがずっと俺たちの邪魔をしているのか。そうみたいね、ミラ。せっかく私たちが面白くしてあげてるのに、がっかりだわ。でも、あなたがギニューと入れ替わっちゃったのは、なかなか傑作だったわよ。これは、もう間違いないようですね。この二人が。お疲れ。何者だ？いや、聞く必要もないか。そんなボロボロの体で僕に勝つ気？やってくれましたね、皆さん。よく私の不老不死への夢を見事に打ち砕いてくれました。それにしてもあと一息のところでドラゴンボールが石ころになってしまうとは。ベジータさんには残念でしたが、私はもっとでしょうか。
初めてですよ、この私をここまでコケにしたおバカさんたちは。許さん、絶対に許さん。ドムシケラども、じわじわとなぶり殺しにしてくれる。なんだと？なんだ、まだいたのか。わらわらと目障りな。いいだろう、貴様らまとめて皆殺しだ。恐竜に勝てると思ったのか。勝てる。俺とこいつらの全員でかかればなんとか勝てるぞ。こいつらの戦闘力はどんどん上がっている。そして俺は貴様の恐れていたスーパーサイヤ人になりつつある。何を言い出すかと思う。そこまで死にたいか。いいだろう、私はあと3回変身を残しているんですがね。気にせてやる。はあ、私を本気で怒らせたご褒美です。バカ、生きてる最終形態にならないで。歴史が大きく改変されている。どっち、悟空さんの復活が間に合わない。貴様らにいいものを見せてやろう。まさかお前過去でしょ。すまらん、戦う気がまるでなくなっちゃったようだね。ちょっと早いけど、腕に落ちた。待たせたな。ピッコロさん、またナメック星人。まあ、いいね。ベジータはもう動けないようだし、次は君で遊んでみようかな。おお、なかなかの強さだね。メカに欲しいくらいだね。ピッコロさん休んでしまったな。地球のドラゴンボールも消えてしまいます。絶対に勝てなければ。でも、物足りないよ。君は僕には勝てない。バカ、威力の半分も使っちゃうな。食なくてすまなかった。あとはオラが何とかする。カカロット、あいつだ。フリーザだ。サイヤ人の星、惑星ベジータを破壊しやがったんだ。頼む、フリーザを、フリーザを倒してくれ。まだ伝わってなかったんだね。しぶといやつだったよ。俺らも少し分けてもらうぞ。その誇りを。オラ、地球人たちのサイヤ人だ。お前たちに殺されたサイヤ人たちのためにも、このナメック星人たちのためにも、家をぶっ倒す。くだらない。お前、ちょっと頼まれてくれたか。今からしばらくフリーザを引きつけてほしいんだ。やるしかねえんだ。しつこいやつだね。さすがにちょっとむっとくから。元気玉だ。悟空さんは元気玉を使うつもりです。なんとか時間を稼いでください。悟空さんを守りきれば、元気玉を打てれば、歴史は元に戻ります。
このナメック星と近くにあるたくさんの星をほんの少しずつでいい元気に分けてくれ。君も思ってたよりやめたんだけど、ナメックを試すことはできない。何を企んでるか知らないけど、数少ない生き残りなんだ。もっと命を大事に。まあ逃げても殺しちゃうんだけどね。ここまでの歴史の流れを正しいものに変わりました。フリーザを倒してください。それで全て終わります。これを使ってさっさと地球へ帰れ。俺の理想がちょっとでも残ってる。とっとと消えるんだ。はい、ありがとうお父さん。僕は待ってる。元気なお父さんの姿を待ってるよ。お前はもう謝っても許さないぞ。何者だ。とっくにご存知なんだ。俺は地球から貴様を倒すためにやってきた災害。穏やかな心を持ちながら激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士スーパー災害孫悟空だ。見せてやるぞ 100% の力を。
あと5分もすれば、この星は宇宙の塵となる。ん？いや、5分もあれば十分だ。貴様を殺し、仲間と共に脱出する。あの学科生の本質を脱出するため時間稼ぎだと、それ必要はない。貴様は死ぬ。これからここででかい口を聞くのもそこまでだ。黙っているぞ。このしつこいくたばり損ないね。いいだろう。今度は国家の人物の地球人のように。あの地球人のように、ビリビリのことか、ビリビリのことか。助けを断るなんて、悟空さんらしいですね。でも大丈夫。あの二人の仕業にしては、歴史の改変が起こるのが早すぎた。ひょっとして、他にも歴史を変えている者がいる。まさかね。Ha ha 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 ha.